井桐乃です。はい、ということで今日はモンストやっていきたいと思います。信長中心から来たので信長を使ってどっか回ってみようかなと思います。まずはね、信長をちょっと中心化させなきゃいけないんでね、行きますか。それじゃあ早速中心化させます。おー、楽しみ。起きたー。オッケーオッケーオッケー。かわいい、めっちゃかわいい。信長はね、あれだったんだよね、エクストラクパークのモンストクイズでサナパッチョさんがこう絵を描いてね、出してましたね。で、あの時の予想はなんかみんなね、サナパッチョさん読みが好きだから読み出るんじゃないみたいな話だったんだけど、なんで信長だったのかなと私は思ってて、多分この重心化を示唆した、そこまで考えてないのかな、わかんない、なんでもないや。はい、ということでじゃあ早速いきますよ。せーの、ポチッ、いきまーす。はい。おー、来たー。かわいい。そして、助からしてなかった。助からしとこう。大成功。オッケー。じゃあ、早速、どっかに連れて行きましょうかね。で、信長の適正クエストにミクモが入ってたので、今回はミクモ行ってみようと思います。このパーティーで行こうと思います。まあ、ガチガチなパーティーなんで、ど下手くそな私でもきっと倒すことができるでしょう。行きまーす。ポチ。刺激。ブラスターに打ってみんなに当たりに行きましたね。おお。とりあえずなんかみんな打ち込むパーティーだった。でも正確に言うと、この間ね、なんかベーコンさんがツイートしてたんだけど、この3人がね、なかなか難しくて、もう敵を導いてと、敵を、仲間たちを率いては、仲間に当たりに行かないと仲間が動かなくて、この味方を動かしだけが、勝手に動いてくれるやつなんだよね、確か。これはね、大体みんな忘れて、わかんなくなるっていうね。ですよね。あ、やべえ。へえ。普段ね、足早くしてもいい。カンカンカン。オッケー、出た。オッケー。SS がね、100みたいですね。いやー、これは雄三の斬撃。おお、いっぱい出る、すげえ。おお、いや、いいね、この斬撃ね。強い、やっぱパンドラ強いな、いいな、なんかすごい欲しくなってきた。ズンタカ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 、なんかなんか位置があんまり誰も良くないんだけど、どうしたらいいのこれ。マジか。トゥルルートゥルルートゥルルー、これはこっちに当たりに行きたいよね。ミスパーに当たりたい。あー、危なかった。あ、よかった。そっか、今反撃モードだったんだね。見逃した。でも普通に当たりに行って、めっちゃ鎖降りてきてたけど、運よく助かりましたね。いや、これいいですね。斬撃も使えて、矢印も出て、強いよ。
左下の鎖のやつに当たってた。あ、なるほど。よかった。反撃技だと難しいね。友情がちょっと当たっただけでもさ、怒られるもんね。ねえ、みたいな。今当たったでしょ、反撃してやる、みたいなね。やめてよ。これ弱点狙えるのかな。いけ。お、来た。弱点当たりましたね。させない。なるんだろうな、これ。毎回なんかリセットされるとさ、勝手に初ゲットになるよね。はい、ということでですね、使ってみた感想としては、斬撃友情がね、すごく強くて、雑魚が多いステージとかだとかなり使いやすいかなと思いました。多分ミクモも反撃モードになる前に倒さなきゃいけないから、斬撃を使ってバシバシ信長に当てて倒すっていうのがいいのかなという感じです。私はできないんですけどね。号令がやっぱ使いやすいよね。というわけで今日はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それから Twitter と Instagram もやってるんで、ぜひフォローしてください。それではバイバーイ。